来た来た、お兄ちゃん。実は今日話したいことが2つあって。まずは1つ目、うちの今月の収支だけど。会計に疎い君がその話をするなんて、よっぽど悪い知らせがあるのか？まあまあ、そんな苦い顔しないで。そこまで悪い知らせじゃないって私は思うけど。心配性のお兄ちゃんにとっては青天の霹靂って感じになるのかな。じゃあ続けるね。ビデオ屋の経営だけど、特に変わったことはないかな。今月の収入も普段とほぼ同じ。大きく変わったのは私たちのプロ棋士事業の方なの。インターネットで作った新しいアカウントだけど、やっぱレベルが低すぎて稼げる依頼があんまなかったんだよね。今月の収入は前の3分の1もないの。補足。現時点で受けられる依頼の中から私が最も収益の高いものを選出したことで、あなた様の収入を 32.21% アップさせることに成功しています。その収入金額はインターネットにおける既存ユーザーのうち 47% を超えるものです。調子に乗らないでフェアリー。今からあんたの話をするんだから聞いてよ。お兄ちゃん、フェアリーのせいで今月の電気代が前の6倍になったの。フェアリー、どういうことかちゃんと説明してくれ。すみません、よくわかりませんでした。ああ、こういう時だけ人工無能のふりをする。あんたが HDD を制御できるのをいいことに、ほぼ24時間フル稼働させたからこうなっちゃったんでしょ？今月分のローン払えるかな。だよね。でもこういう時ほどお金に目がくらまないように気をつけないと。実はね、これが2つ目の話なんだ。さっきインターネットを介して高額の指名依頼が来たの。でも詳細は DM で送るとか言って、具体的に何をしてほしいのかは全然書いてなかったんだ。私たちのアカウントはまだレベルが低いし、これといった実績もないんだよ。それをわざわざご指名だなんて、なんか怪しくない？依頼人は何か企んでるのかも。それにほら、最近はインターネットを使った詐欺も多いでしょ。いっそのこと誰なのか分かればいいけど、無理だろうな。なんといってもインターネットは匿名フォーラムで、中でもユーザーの個人情報はトップシークレットだ。異議あり。この指名依頼には依頼人の身分に関する隠された情報がある可能性があります。身分に関する隠された情報？つまりどういうこと？依頼元のインターネットアカウントは投稿の前日に新規作成されたものです。アイコンには明確な被写体のない低解像度の画像が使われています。ネット上に類似する画像がないため、これはユーザー本人が撮影したものと推測されます。全都市のストリートビュー及び地面の原材料データと照合した結果、この写真に写っている場所はヤヌスクの境界に位置する現旧都地下鉄改修プロジェクトの工事現場と一致しました。
本当？確か私たちがビジョンの悪事を暴いた後、地下鉄改修プロジェクトの競争入札がやり直されたんだっけ。今回の請負を勝ち取ったのは確か白銀重工だったよね。一般市民が地下鉄の工事現場に行くこともないだろうし、依頼を出したのはひょっとして白銀重工の人間なのか。マスター、現在とあるチャンネルのテレビ番組にて白銀重工の関係者がゲストとして出演しています。そういうことならお兄ちゃん、その番組見てみようよ。どんな疑問ポンプは知っている。やーほー良い子のみんな、ポンプは知っているだ、はっちまれよ。レオンくん、これは生放送だぞ。お昼からグーしか寝てないで今日のゲストを呼ぼうよ。ああ、別に呼ばなくていいぞ、もうここにいるしね。レオンくんはもうダメみたい。しょうがない、僕が今日のゲストを呼ぼうかな。白なんとか重工の安藤お兄さんだよ。どうぞ。もういるっつってんだろ。それとギだよギ、白銀重工。さあ安藤お兄さん、僕と一緒に今日のテーマを発表しよう。回収プラン比べ。は？おい、なんかの手違いか。こんな難しい話子供にわかるわけねえだろう。僕は白銀重工の回収プランが優れていると思いますね。白銀重工の最大の武器はズバリ技術力です。彼らが独自開発したホロ用知能重工業機械はエーテル侵食に耐えうる性能を持つので、ホロの中でも安全に作業を進めることができます。つまりホロ内の古い地下鉄施設をうまく再利用できます。そうすれば爆破作業を行う必要もなくなります。ビジョンのプランに比べればコストを 21% も削減でき、環境への影響を 53% も抑え、施設の利用率だって 75% も。おう、なんだ詳しいじゃねえか。うわー、白銀重工ってすげえ。こっちの方がいいじゃん。俺は最初からそう思ってたぜ。白銀重工の方が優れてる。それはどうか。利用者の立場になって考えてみるか。未来の乗客たちが求めるのは完全リニューアルされた安心安全な地下鉄システムだとは思わないがお。少なくとも古い地下鉄を強引に改造したような出来損ないじゃないってことは確かがお。レオンくん、いつの間に子供たちの席に。おい、戻ってこい。古い地下鉄施設を再利用、確かにリーズナブルで
環境にも優しいプランに聞こえるがおね。膨大な時間がかかる点を除けば、白銀重工の工事車両は本当に最後までホローの中で稼働できるがおか。白銀重工のプランは金欠がゆえの付け焼き場に過ぎないがお。どう考えてもビジョンの爆破プランの方がより安全かつ合理的がお。俺は最初からそう思ってたぜ。さっきと言ってることがちげえぞ。口約束の安全を信じろと？ビジョンはコスト削減のためなら一般市民を犠牲にすることも厭わない最低な会社ですよ。最低な会社？じゃあ逆に聞くけど、白銀重工がいい会社だって根拠はどこ？ちびすけが知らないだけがお。白銀重工だって数年前お騒がせな不祥事を起こしたことがあるがお。おい、どういう魂胆で言ってやがる。どうどう安藤君、子供たちが怖がっちゃう顔よ。いちいち喋り方がうさんくせんだよ。着ぐるみなんぞに隠れてねえで裏の顔を見せやがれ。そんな。中身もライオンだと？いやだな安藤君。僕に裏の顔なんてないよ。裏の顔があるのはさ、建設会社の経営を隠れみのに大金を持ち逃げしたどっかの社長の方じゃないかい。あっちゃー、スタジオは大荒れだね。こんな番組放送しちゃっていいのかな。でも意外、白銀重工にも黒歴史なんてあるんだね。割と好感度高めなイメージだったのに。この地下鉄改修プロジェクト、まだまだ波乱がいっぱいありそう。マスター、指名のあった依頼人から DM が届きました。向こうから連絡が来たのか。工程 DM の一部に生きるか死ぬかを迫られる内容を検出。ただいま読み上げます。生きるか死ぬか。パエトーン、俺らに力を貸してくれ。恥を忍んで言うが、俺らは今生きるか死ぬかの瀬戸際だ。力を貸してくれ。頼れる相手はお前しかいねえんだ。事情が事情なんでな。依頼内容をここに書けば一発でこっちの正体がバレちまう。つうことで、ここは一つ差しで会おうや。明日の朝5時に六分街の交差点に来てくれ。頼む。フェアリー、次からは誰が生きるか死ぬかを迫られてるのかちゃんと言って。DM を見る限り依頼人は本当に困ってるみたいだね。
それに正直に打ち明けてるって感じもするし。でも差しで会おうってところで急にうさんくさくなったよね。依頼内容も教えてないのに直接プロ棋士に会いたいなんて非常識じゃない？しかも朝の5時にだよ。ん？待って、お兄ちゃん DM の1行目、パエトーン、俺らに力を貸してくれって。私たちこのアカウントでは一度もパエトーンだなんて名乗ってないよね。なんでこの人は知ってるの？マスター、依頼人からもう一通 DM が届きました。報酬の 20% を前金として振り込んだ。こいつは心ばかりの誠意ってやつだ。マジに頼んだからな。インターネットのアカウントに振り込みを確認。お兄ちゃん、会いたいっていうのは私たちをおびき寄せるための罠かも。前金を払ってくれたとしてもこの依頼は受けちゃダメだよね。お兄ちゃん、フェアリーに遠回しに断ってもらおう。かしこまりました、マスター。振り込まれた金額は先月のインターネットにおける総収入の 1.1 倍に相当します。本当に返金しますか？いくら？先月のインターネットにおける総収入の 1.1 倍です。リン、やっぱり僕が行ってこようか。何しろほらね。意外と安全だったりしてとか。あ、そうだ、お兄ちゃん、ランニングするふりでもしてさ、明日の朝こっそり様子を見てきたらいいんじゃないかな。そろそろ約束の時間だね。お兄ちゃん、準備はいい？唐辛子スプレー、よし。そんな装備で大丈夫？まあ使わないのが一番だけど。いってらっしゃい、お兄ちゃん。何かあったら私とフェアリーがいつでもサポートしてあげるからね。もしもし、お兄ちゃん、着いた？そっちはどう？独り言を言ってる人がいる。その人が原因でちょっとした騒ぎになっているみたいだ。あの、がたいのいい男の人のこと？なんだかブツブツ言ってない？兄弟、俺は本当に
お前抜きでやれるんだろうか。いやいや、男の辞書には勇往邁進の4文字しかねえんだ。辞書にしちゃえらく内容が乏しい気もするが。だあ、ぐだぐだ考えたって始まんねえ。こんなもん正々堂々ぶつかってなんぼだろうが。兄弟、お前がここにいたらきっとそう言ったはずだ。うわ、本当に怪しい。怪しい人、独り言で検索中。マスター、これらのキーワードはコーナー H 棚3番号16-5にあるビデオテープの内容と酷似しています。コーナー H？ 旧文明のホラー映画がある棚だよね。私は興味ないし、お兄ちゃんはビビリだから見てなかったけど。映画のタイトルはサイコホラー明け方の怪異。多重人格の凶悪犯が助けを請うふりをして数多くの被害者を罠にかける物語です。被害者を追い詰めた凶悪犯は毎回底抜けに明るい声とは裏腹におぞましさをはらんだお決まりのセリフを口にします。よう、見つけたぜ。叫ぶのはやめておくけど、君の明るい挨拶にはびっくりしたよ。悪い悪い、通話が終わるまで待ちゃよかったね。けどよ、お前があのパエトーンなんだろ。あれ、お兄ちゃん、この人どっかで見たことある気がする。昨日のボンプは知っているのゲスト、白儀重工の安藤さんじゃない？ああ、白儀重工の安藤だ。面が割れてんなら話は早い。バイトン、初っ端からこんな風に会うのは筋が通らねえかもしんねえが、送った通り我が社は今崖っぷちに立たされてんだ。事情が事情だけに部外者に正体を知られるわけにもいかねえ。これは俺らなりに考えた結果だ。いっそのことガチンコでお互い秘密を握っちまうのが安全だってな。すまねえが分かってもらいて。なるほど、それも一理ある。だけど依頼の話をする前にこちらの質問に答えてくれ。あのアカウントが僕たちのものだってどこで知ったんだい？はっ、そいつは言えねえな。ただ情報提供者は胸を叩いて保証したぜ。あれが間違いなく名だたるパエトーンのアカウントだってな。腕前はもちろん、人間としても大したやつだとよ。いいかい、ニコが私たちをそんなに褒めてくれるなんて、なんだか照れるな。なんだよ、えらく謙遜するじゃねえか。ジャート屋の連中、口を揃えて褒めちぎってたぜ。待って、なんでジャート屋の紹介だってバレてんだ？やっぱりね、思った通り。どうせ情報の見返りに何かあげたんでしょ。ニコが口止めする理由なんて他にないもんね。まあそんなことより、今はもっと大事な話があるよね。ねえ安藤さん、白儀重工は一体私たちに何をしてほしいの？
引き受けてくれんのか。そいつはよかった。来いよ、今すぐ現場まで案内してやる。依頼の件はうちの社長が直々に説明してやっからよ。今から？朝の5時に出発するなんて少し早すぎないか。そもそも今回の待ち合わせ時間についても不思議に思っていたんだ。あん？これで早いって？工事現場ならとっくに仕事を始めてる時間だろうが。あのね、安藤さん、こっちは仕事で出かけるんだから準備が必要なの。お兄ちゃんと一緒にうちの駐車場の近くで待ってて。準備できたらお兄ちゃんが現場まで乗せてってあげるから。おう、まあいいだろう。それじゃお言葉に甘えるとすっか。もう着くぜ。社長はすぐそこだ。まだ若いが百獣の王って感じだからね。存分に緊張しな。普通は緊張をほぐすんじゃ。どいてー。走れ。おい、なんだこりゃ。君か、アンド。絶賛点検中だよ。そのまま待ってて。怖がらないで、ただのファイアウォールだよ。全然痛くない。やべえ。終わったか。悪い、遅くなった、うん、これが百獣の王、白鬼重工のボス、うん、こんにちは。ああ、これはこれはプロ騎士さん、ついて早々申し訳ない。社長と待っていたところだ。え、じゃあ、あなたは？こちらが我が社の社長だ。言ってんだろ。白鬼重工社長のクレタ・ベロバーグ。よう、パエトン。みっともねえとこを見せちまったな。うちへの信頼が揺らいでねえといいが。安藤から連絡は来てる。お前ほどのできるプロ棋士が力を貸してくれると聞いて、みんな内心ホッとしてたとこだ。それで
お宅も安藤から聞いてるかもしれねえが、うちは最近地下鉄工事の請負を勝ち取ったんだ。これが敵のしつこい妨害のせいでなかなか手こずっててな。ああ社長、プロ騎士さんの前であいつらを敵呼ばわりするのはどうなんだ。おいベン、甘えたこと抜かしてんじゃねえぞ。あのクソ野郎どもはこれまでも散々汚ねえ真似をしてきただろ。あんな奴らに気使うことはねえぜ。それにな、依頼を受けた瞬間からプロ騎士は俺らの兄弟になったんだ。兄弟に隠し事はしねえもんだ。安藤さんの言う通りだ。これから手を組むんだから他人行儀はやめてくれ。おう、いいこと言ってくれるじゃねえかプロ騎士。そのだ、我が社は機械製造と建設業をやっている、いわゆる新興企業だが、近頃は業界でもある程度業績を上げていて、それが地下鉄改修プロジェクトの請負につながったわけだが、それ以来俺たちは財力のある大手競合他社にとって目の上のコブになった。奴らは未だにプロジェクトの請負を虎視眈々と狙っている。俺たちがビジョンのようにスキャンダルで失脚するのを待ってるんだ。奴らは手始めに銀行を買収し、我が社に低金利で融資するのをやめさせた。次にチンピラを送り込んできて工事現場をめちゃくちゃにした。その後建築確認済証と消防同意の審査をあの手この手で妨害したり、テレビ番組で小細工を仕掛けたりだな。よりにもよってそんな時期にうちの工事現場で事故が起こったんだ。先週子供たちが3台もフォローの中で行方不明になったんだ。待てグレイス、その言い方だとお客さんに誤解されるぞ。プロ騎士さん、うちの会社が独自開発したフォロー用知能重工業機械は知ってるよな。聞いたことならある。それじゃあ子供ってもしかして機械のことか。そう、フォローの中でも長時間安全に作業のできる知能ある重機、あの子たちこそが白義重工のコアコンピタンスなのさ。エーテル侵食に耐えうる性能はもちろん、あの子たちはその知能も特別だ。フォロー内の環境に合わせて自律的に作業ができる上、さらに特製の言語モジュールを搭載しているから音声対話も何のその。あの子たちはずっと私が世話をしてきた。メンテナンスやアップグレード、そもそもプロトタイプの技術を土台に各職種の需要に応じた改良をしてあの子たちを作り出したのも私さ。私にとっては我が子も同然なんだ。それが数日前、論理コアを更新してあげた直後のことさ。フォローの中で作業をしていた3代の子供たちが指令を無視して自分の意思でフォローの深部に入っていってしまった。以来戻ってこないんだ。論理コアが故障したんじゃないか。原因はわからない。実際フォロー内作業に携わる企業にとってチップの故障やエーテルの侵食なんて日常茶飯事なのさ。
ただそれが今の白銀重工となれば揚げ足取りには格好の材料だ。地の重機の性能は十分だったと思うけどな。わざわざ更新する必要あったのかよ。あいつの残したコードを論理コアに組み込みさえしなきゃ今頃こんなことには。待って、おちびちゃん、まだチップの不具合だと決まったわけじゃないよ。それに美しくたくましい機械にはそのボディにふさわしい魂が必要なんだ。知能機械の開発に携わる会社の社長としてそうは思わない？魂がどうのなんつうのは私の知ったことか。社長だからこそ機械をただの資産として見なきゃいけねえんだろうが。あんなバカ高え知能機械をなくしたら大損だ。敵の問題があろうがなかろうが見つけるに越したことはねえんだよ。そういうわけだ、プロ騎士。行方不明の重機3台を捜索するためにフォローの奥までガイドがいる。これがうちらの依頼だ。うち2台の位置はざっくりだが当たりがついてる。他に知りたいことがあればグレースや安藤に聞いてくれ。
いつでも出撃可能よ。よっしゃ、仕事。私はあくまで技術屋だよ。私はあくまで技術や。そうたくはここだよ。
フはここだよ。私はあくまで技術屋だよ。いざ降臨。私は実践あるのみ。じゃあトヤにかかれば。バソーパクはここだよ。終わったらごちそうだ。じゃあまたにゃ。ここだよ。あの子、3型ホロー用デモリッシャーグレーテルの信号はこの近くから来ている。プロキシに先導してもらう必要があるな。グレース、デモリッシャーの特徴を教えてやれ。あの子は真面目な頑張り屋さんさ。小さい頃のおちびちゃんも同じくらい可愛かったな。おい、それで誰がわかるっつんだよ。はいはい、普通の人にもわかるようにウートだね。あの子は地下道を掘るための機械さ。他の仕事にも対応できるよう建築物の解体ができるチェーンソーも完備しているんだ。論理コアを更新すればもっとできる子になってくれると信じていたのに、それがまさか家出してしまうなんて。お前がしつこく更新しようとしたからだろ。パソコンの自動更新ばりにうぜえからな、それ。君も変わったね。そんなことを言うようになって。ああ、小さい頃はあんなに可愛かったのに。子供が大きくなる過程で急に反抗的になるのはよくあることだろう。デモリッシャーにもついにその時が来たというだけじゃ。そんなのダメだよ。私の可愛い可愛い子供たちがやりたい放題の反抗期モンスターになるなんて絶対にダメだ。深夜に暴走族の集会に行ったり、わざと機体に傷を作ったり、剥がせない巨大ステッカーを貼ったり、違法混合エーテル燃料に手を出したり、9分目のアニメを真似して他の機械と合体なんてしようものなら。
妄想のディテールがすごいな。ちょっと見てみたくなってきた。プロ騎士、これ以上あいつの神経を刺激すんのはやめろ。取り返しのつかないことをする前にあの子たちを見つけないと。プロ騎士、先を急ごう。大型機械の放送信号を探知しました。位置情報を同期中。随分強力な信号だね。けど一体何してるんだろう。すぐ確認しに行かないと。そんなに役立つならもっと用意しとくべきだったよ。この可愛さ爆発級。
さるところに光あり。はっ、魔王ベン、私がやる。こっちだ。よっ、阻めたか？うん、しばらくは安全だよ。それでどうやってここから出ようか。
私にいい考えがあるよ。いい考え？みんな耳を塞いでなるべく離れて。爆発で飛ぶなんざ危ねえことしやがって。まあまあ肩の力を抜いて、全部計算通りだからさ。それにほら目標の近くまで来れただろ。ったく次は無茶なことすんじゃねえぞ。女の子の声、あそこだ。分かってるわよ。マッシロ君との仲を引き裂く気でしょ。ああ、でもリシャ、会わないうちに一発の乙女になって。グレース、おい落ち着け。だがマッシロ君とは白いのか。 まさかあの作りかけのビルか。作りかけです。マシロ君と一生添い遂げるの。だから今なら取り消しなさいよ。デモリッシュ、君が恋人を守るためにこれほど凄まじいパワーを発揮するなんて。うっとりしてる場合かよ。今はあいつを連れ戻すのに集中しろ。俺に、ね、私がやる。援護する。超カード。ベン、私がやる。子供はちゃんと休む。うわ、いや、力仕事は俺に任せろ。ぼんやりしな。完全燃焼。イニシャルインパルス。この先立ち入り禁止。ヘルメットをかぶってないな。やつはじきにバテるぞ。もうひと踏ん張りだ。後ろにガード。っこっちだ。オチビジョン変わって。援護する。用心。位置エネルギー最大。現場を片付けるぞ。消えろ。まずいな。戦いの音を聞きつけてエーテリアスが集まってきたぞ。めった切りにしてやったよな、カビの生えたカストロレ。
急に豹変しやがった。驚いた。これが恋する乙女のパワーってやつ。 1.4 トンのチェーンソーをぶん回してエーテルと電気のハイブリッドで動く乙女がどこにいんだよ。待ってくれデモリッシャーさん、そっちは。ごめんね、マシオくん、私ってば取り乱しちゃって。の一撃で体力壁が壊れたか。そんな、マシロくん、全部私のせいだ。自分を責める必要はないさ。むしろ私は君におめでとうと言いたいくらいだよ。おいクレイス、自分が今何を言ってるかちゃんと分かってるのか。しまった。グレースはメカには強いが恋愛は経験ゼロのド素人なんだ。顔を上げて周りを見てごらん。マシロ君が君を抱きしめてるよ。これは建物にとって一生に一度しか交わせない抱擁さ。彼はそれを君に捧げた上、エーテリアスからも守ってくれた。素敵な恋人じゃない。君はビルを見る目があるね。大丈夫、これは永遠の別れじゃないさ。私たちがそうさせない。ほら一緒に帰ろう。みんなで力を合わせて新たな土地にマシロ君を立て直そう。それが減る。